ベシャメルソースを使用するラザニアベシャメルソースは白あるいは黄色いルーを牛乳で溶いて煮詰めた白いソースであるフランス料理の基本的なソースの一つでありチーズを加えてモルネーソースを作るなど他のソースのベースともなる熱した牛乳を攪拌し小麦粉とバターを加熱して混ぜたルーに徐々に加えこして仕上げるまた小麦粉とバターを練り込んだ合わせバターのブールマニエを 熱した牛乳に加えて泡立てて作ることもできる。ソースの濃さは牛乳と小麦粉の分量によって調節される。ベシャメルソースを使った料理、マカロニグラタンベシャメルソースの発祥にはいくつかの説があり、定かではない。このソースの名が最初に使われたのは、ラ・バレンヌチョ、フランス料理人である。フランス料理の基本として、フランス料理人は75年間で、 約30パンを重ねた。このソースは、ブルターニュの行政官、マルキスド・ベシャメイの起源を取るために名付けられたとされる。多くのシェフは、ルイ・ソルニエ・チョ、フランス料理相ンによるオーギュスト・エス・コフィエのレシピ、白いルーを牛乳で溶いて、塩、玉ねぎにクローブを刺し、20分間調理するを権威と考える。ベシャメルソースをベースに材料を追加して、 多くの伝統的なソースが作られる。グラタン、クリームコロッケ、ドリアなどに広く用いられる。日本人にとっては最も馴染みの深いフランス料理のソースと言える。ウィキメディアコモンズにはベシャメルソースに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。